はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ。はい、テレビ局、自爆っていうのは、テレビ局、アホっていうね、テレビ局、やらかしちゃったっていうお話でございます。もこれも有名なお話ですよね。これはもう知らない人いますよね。はい。あのトヨタが、あのトヨタがですね、東京オリンピックの CM を取りやめてしまいましたと。でね、これね、実際ね、僕、東京オリンピックを応援している僕にとってはですね、やっぱ僕にとってもショックなんですよ。やっぱりね、トヨタさんがですね、CM をきっちり全部流してもらえるっていうことはですね、やっぱ日本盛り上がりますから、トヨタさんの CM のレベル 高いで、ございまますからね。まあそれ見ただけでね心がワクワクしてくるようなを考え、ね、なれんでですよ。でそをがら、ね、流れなくなっちゃったっていうのはですね、やっぱりオリンピック盛り上げ、盛り上がりに立った、オリンピックを盛り上げた僕にとってはですね、やっぱり僕にとっては痛手なんですよ。痛手なんですよ。でもね、その視点はちょっと横に置い,置いといて、これ横に置いといてもいいですか横の僕よりも痛いのがテレビ局の電通ということで,ですね。いや、もうアホでしょアホでしょこれね、全部自業自得なんですよ。全部自業自得。じゃあ、それトヨタさんも CM 取り下げるよ、そら。もうね、だって今オリンピックなんでも何を理 急に叩かれるかわかんないっていうよう、わからん。状況をマスコミが作ってしまいましたから、こんなん企業としてはですね。危なくてですね。もう前面になんか出ていけないんですよね。これで開会式でですね。あのトヨタ社長がこうやってぬっとこう姿を現したらですね。おおなんぞ。あいつこの上級国民がーとか言って多分叩かれるんですよ。だから社長もですね。開会式にはもう行きません。という話になっちゃったわけですよ。はい、痛いはい。テレビ局アホなので、これね。全部テレビ局が悪いんですよ。 全部これ自分たちがやっちゃったんですよ。でね、これなんでテレビ局はこんなバカなことをやっちゃったのかと。この話をちょっとしてもいいですかなんでこんなことやもうこれもまあ、ご存知の方が多いよね。ご存知の方は多いと思うんだけれども、きっとね、気がついてる方も多いと思うんだけれども、でもなあえてお話しさせてくださいよ。もうね、楽しいから、楽しいな、マスコミ、バカな、マスコミをバカにする話っていうのは、なんでこんなに楽しいんだろうね。ね、なんで,、ね、なんでマスコミがやらかしたっていうのはですね、これね、あのね、 マスコミはね、政権を叩くために東京オリンピックを使っちゃったんですよ。あのね、マスコミってね、あのね、現在のね、政権を叩く、自民党を叩く、与党を叩くというのがですね、なんか命題になってらっしゃるじゃないですか。でね、まあいろんな形で叩いていたわけですよ。ね、森友で叩いたり、ね、桜で叩いたり、東京オリンピックで叩いたり、まあいろんな叩き方を教えてきたわけなんですけども、唯一ですね、唯一ですね、マスコミがですね、この叩いてですね、実際に政権シリーズがぐーんと下がった、ぐわーんと下がった、あの唯一はなんか二つあるか、うん、二つですね。ゆ やっぱりね、効果があったぞ。マスコミからしたらですね、お、この話題で言ったら政権のシリーズ、もうダダ下がりにできるぞっていうのがですね、一個がコロナ、一個が東京オリンピックだったんですよ。ね。あの森友とか桜とかはですね、あんなもんで、あんなもん叩いたところでですね、<laughs> 自民党のシリーズはもうビクともしなかったわけなんだけれども、これやっぱりね、もう東京オリンピックを叩くとですね、これ下がるんですな、下がるんですな、しかも東京オリンピックかけるコロナかっていうですね、これはマスコミにとってはですね、もう手放せない強力な武器になったんです。もうこのコロナ 中にオリンピックをすするのかっって言ったらですねやっぱりどうしてもね、やっぱりいろんな不安を感じている国民はですね、ああ、それも一つの意見かもしれないということでですね、やっぱ不安を感じちゃいますからね。え、結果としてですね、今ですね、あの、菅政権のね、支持率は今30%を切ろうとしているのかな ?30% くらいになっちゃってるのかなで、これでですね、マスコミが、よっしゃーっていう形なんだけど、あのね、これでね、あの、美味しい、これで東京オリンピックを叩くのは最高だっていうね、このね、成功なんね、事例によってですね、この成功体験がですね、あマスコミが、この成功体験によって、マスコミはですね、止まれな なくなっちゃったんです 東京オリンピック叩きが止まれなくなっちゃったんです。だって東京オリンピックを叩けば叩くほどですね、あの、あの、あのマスコミの目標であるですね、政権支持率がですね、ガンガン下がっていくんだもんガンガン下がっていくんですもんそらマスコミとしては止まれなくなるような、で、止まれなくてですね、えー、東京オリンピックはウコだーみたいなね、最低だーみたいな話をですね、ずーっとやった結果ですね、ああ、もうそんな最低な東京オリンピックに金出すのやめるわって言ってですね、え、トヨタが CM を出すのをやめると、うひゃーうひゃーやっちゃったよ、やらかしたーというのが,こが昨日、 でね、トヨタさんがですね、ね CM をです、ね、出すのをやめると言ったですねえ、次の日のモーニングショー、次の日のモーニングショー見ましたか、皆さん、すごかったね、すごかったね、これね、あこれ動かしちゃだめだね、これ、これこれこれモーニングショーなんだけれども、これ、これた玉川出る、玉川出る。 出たー玉川玉川通るこれ玉川通るですね。これ今日のモーニングショーだよね。これね。今日のモーニングショーで何言ったかわかりますわかりますこれね。事態の収集に来たんです事態も自分たちがやらかしたから、コロナはやばい東京オリンピックはやばいこの空気をですね、なんとか収集しないとですね、お、トヨタが CM 出すのやめちゃったぞおいお,お、他の企業まで続こうとしてるぞこれお前、損失どうなるんだと日テレとかですね、まあ、にまあテ,コレコレテレ朝だけども、ね、日テレとかですね、あ,あの、朝日新聞をですね、まあ、ただでさえ去年大赤字、もう、 過去に例を見ないくらいの大火事を出してるね。で、なんなら電通もですね、大火事を出してるのに、これ、まあ、今年も赤字になっちまうじゃねえかオリンピック特殊どうなっちゃうのということでですね、大慌てに慌てたですね、うん、あテレ朝のですね、首脳部がですねこう、玉川に何を言わしたのか、行くよこの、この言葉、これ今から僕が読むことは、これ玉川徹が言った言葉ですよ行きますよ行きますよはいえこれ、これ、これ、このピーチ太郎セカンドっていうですね、この、えー、ところが、えー、う方がですね、これ共有してくれったんだけども、う、えー、嘘うって驚いてるんですよ。行きますね。 たまがわる、感染していない人もえ、もしくは感染の確率が非常に低い人であればですね、旅行に行っても大丈夫なんじゃないかと、私、 前から思っているんですね、と。はい。ある程度、東京とかの感染はですね、北海道や沖縄に広がることをですね、抑えられるんじゃないのかなと思っておるんです。って、何と。お前、GoTo トラベルの時、何を言っていたのか忘れてしまったのかなお、髪の毛と一緒に記憶も抜けてしまったのかなこれは、私、僕ちょっとびっくりしちゃったびっくりしちゃった。これ。 ね、GoTo トラベルの時ですね、この、感染を広げてしまうですね、え、最低限の政策だとかめちゃめちゃ言ってたでしょめちゃめちゃ言ってたでしょでもですね、今日ですね、これね、あ私、前からですね、あのね、感染していない人とかですね、もしくは感染の確率が非常に低いですね、元気な若い人であればですね、ガンガン旅行していただいてもですね、大丈夫じゃないかなって、前から思ってたんです。だから皆さん、出歩きましょうって言ったわけですよ。 マジって、お前、お前すげえなーと、お前すげえなーと、いや、もう、お、おうそもおーえ、昨日までと言ってることが180とクリーンって、クリーンって変わったんですよ。ね。え、これはなぜかというとですね、え、トヨタさんがですね、あもうマスコミさんね、もうそんな危ないことを言うんだったらですね、え、マスコミさんがぱ危ない場ないあって煽ってらっしゃいますからね、もうオリンピックで CM 流しもですね、もうおかしな感じで叩かれちゃいそうですしね、なんかコロナ禍でですね、えー、なんか集客をしようかな、どうしようかなとね、迷ってらっしゃる地方自治体もあるわけでですね、なんかそこの ですね、有観客を、ね、結果として押し,押,し押してしまう可能性があるんだよねとえそうなったらですね、まあ、トヨタのブランドに傷がついちゃうと、うん叩かれますからねとだからですね、うん「トヨタは今回東京オリンピックに全面から全面に出るのをやめます」と「<laughs> テレビ CM 出すのはやめちゃいます」って言った途端にこれなんですよ。ね マスコミってバカでしょ本当にバカでしょ俺もうめっちゃ面白かったもんこれ。わかりやすーと思ってですねト。トヨタの他にですね、CM 出さないぞっていう企業が相次いで出てきたらですね、もうテレビ局死んじゃうんですよ。 いや、死んじゃうのよ。もう本当に死んじゃうんすよ。あの、なんでかというとね、あのね、テレビ局って今ですね、あの、若い人がテレビ全然見てないんですよ。ね、僕の子供たち見てないっていう話は前からしているし、本当ね、なんだっけ、20代以下の方でテレビ見てる人ってもう、ほとんどいないんですよね。うん。なんだろうね、テレビを買わないっていう人も多いでしょ。パソコンだけあったらいいんですよ。だってね、もう,もう考えてよ。テレビなんてですね、テレビ買ったところでですね、あの、5チャンネルか6チャンネルくらい、はい、えー、5、五五の 5? コンテンツか、6のコンテンツくらいしか見えないんですよ。でもですね、あの、パソコンを買ってですね、ネットフリックスとかにですね、契約したらですね、もう 何万コンテンツを楽しめるんですよ。ね。あの、5、6コンテンツしか楽しめないテレビ。はいえ。何万コンテンツを楽しめるパソコン。はい。あの、もうテレビなんかいらねえじゃん。いらねえじゃん。そりゃそうじゃん。当たり前じゃん。うん。っていうような状況があったんだけれども、東京オリンピックっていうのはですね、若い人が見てもらえるんです。若い人が見てもらえる大チャンスだったんです。 ね。でもね、この大チャンスとですね、政権を叩くツールにすると。この両天命にかけた結果ですね、テレビ局は大バカ野郎だから、うん、じゃあ、東京五輪ぐらいでしかですね、えー、菅政権のね、支持率を下げることができないから、もう東京オリンピックを使って叩いちゃおうと。そして、ね、いいタイミングでですね、コロッと切り替えればですね、えー、大丈夫。CM 量も入ってくるし、視聴率も多分伸びるだろうし、政権はね、あの、支持率ダウンをね、させることができるし、いけるいけるこのタイミングさえ見,れなく見謝られなければ、絶対大丈夫だーって,て、テレビ局は思ったんですよね。バカのくせに。バカのくせに うん、でバカのくせにそんな判断をく、難しい判断が必要なですねえ、対応してしまったもんだから、今回ね、その判断を間違えまして、タイミングを間違えまして、うん、テレビ局がですね、この手のひらを返す前にですね、うん、トヨタさんがですね、もうテレビシ c ム出さない、いって、じゃもう出しませんっていうふうになっちゃったわけですよ。はい。はい。今年もですね、テレビ局の赤字確定いたしました。確定いたしました。うん。でですね、あの、っていうアホな話があったんだけれども、これね、テレビ局って本当に今回ね、本当にバカなことをやったと思ってて、それがこの、この,この記事なんですよ。このね、加賀さん、うん、か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 、うん、わかんねえ、か、かやさんかやさん <laughs> わかんないわかんない名前かかな,、ね、なんかこの方の記事読んだことあるんだけどごめんごめんねごめんね漢字弱くてねごめんなさいえこの方が書いてある通り今ねあああのののの広告業界ってていううはでですすねねもう構造変換が起きてるんですあの、ね、今までみたいにテレビとか新聞にですねドカンとお金を払ってですねあのこうイメージをアップさせるための広告を出しといてくれっていう大さっぱなもうビジネスモデルは全く通用しなくなってるんです。 だって、ネットの方が全然いいもん、ネットなんでテレビで CM 出して、ね。そこ,あこれいいなと思ったら、ですねワンクリックでこの商品のところを購入するところまで飛べますからね。と、うん、いうのもあって、ですね、まあ、若い子はネットしか見ていないし、そもそもその商品購入に対するです、ね、ツールとして、ですねあの購入に至るまでですねテレビ CM よりもネットの方が圧倒的に高いんですよ。 ね、特にね、例えばね、車なんかで言うとですね、最近ね、自動車系の YouTuber っていっぱい出てきてるんですよね。あの、このレクサスのこの車は素晴らしいですよとか、もうちょっと名前はちょっとドアスリーしちゃったんだけれども、あの、今ね、めっちゃこの自動車を紹介する系の YouTuber さんが再生数を伸ばしています。で、めちゃめちゃ儲かってます。で、誰かとは言わないけれども、2ヶ月に1回はですね、レクサス中の、レクサス級の車をですね、常に買い替えてですね、そしてあの、あの、車のね、紹介をしていくというような YouTuber さんもいらっしゃったですね。これ完全にね、企業からお金流れてるんですよ。企業からお金が流れてるの。これ間違いないです。 だからそんなに買えるんですよね。で、これはですね、あのね、もう、まあ、メーカー側も気がついてるんですよこれ。例えば純金局みたいなところにですね、あの CM 料何百万もこうどんどん払うんであればですね、これ YouTuber に払ってですね、自分の車をですね、いや、この車は素晴らしいって言わせた方がですね、よっぽど購買に繋がってるんですよ。よっぽど売り上げ上がるんですよ、そっちの方が。もうテレビなんてそもそも若い人見てないんだもん、だって。 見てないところにお金なんか出すわけないでしょ当たり前でしょ今は YouTube とかですね、まあ、あインスタとかですね、そういうあのネット関係、ネットをずっと若者は見ているわけですから、もうそっちからですね、あの、リーチかけていった方が絶対に成果上がるんですよ。 っていうような構造変換があるにもかかわらずあるもあるというのがこの方の文章でだからこれはですね今後テレビ局を見ていく上でですねちょっと頭に入れておいた方がいい文章だなと思ったのでこれちょっと読もうかなと思ってますうんもう本当ねテレビ局今回ねガチでやらかしたんですよ、うん多分菅政権ももしかしたら今回で終わるかもしれませんただ菅さんってね俺でも,もう菅さんのことね僕の好きな人も菅さん嫌いとか言ってる人多いから何とか言いづらいんだけど俺菅さんまだ認めてるんですよ、うん、いやあの人は実直 いやまあ、まあ、実直な方だしね、結構ねあの、やるべきことはね、きっちりやってくれてると思うのよ、ね、携帯の料金も含めてね。だだそのほかにもおかしいことはいくつかあるよ、わ <laughs> かる、わかる、その辺まあ目をつぶらげるもいかなのはあるんだけれども、でも、全体的にはですね、あのもう野党のあの三賀総理の時と比べても、ですねやっぱりかなりちゃんと仕事をしてくれてるよ、本当によくはあのね、もうあの伝説の安倍さんの後をですね、まあ、よう引き継いだと思うよ、本当に、あのね、なんだろうな、昔の巨人軍のですね、あのえー、おお、長島 来てですねそしてですねその,後のあの神様のようなあの2人の後を引き継いだのがですねあの原監督ね、原さんが4番に座ったりとかしたわけですよ。うん、あのあの神様の後をですねよくぞ人間原がなんとか乗り切ったみたいなことを言われてたことがあったんですけれども、うんうん、そんな記事を昔読んだことがあるんだけれども、うん、<laughs> そんな感じだよ、あの安倍さんみたいな神様みたいな後でですね誰が総理になってもですねやっぱ多少炎上はするんだけれども、それをね、に岡かさんは俺はよろく乗り切ってるんじゃないのかなとかちょっと思うんだけれども、あれなんで俺、なんで俺この、この話してんのなんか違うな。 なんかおかしなところ行っちゃった。まあいやうん、ということで,で、すねこれね、今、ですね電通であるとか、大手のテレビ局を取り巻くね、マーケットか状態がです、ね、状況がですね、大きく大きく変わってます。今回、そのねそこをですねテレビ局,局側に、ですねこの東京オリンピックっていうものをツールにして、ですねそこの大きく変わろうとしている業界を、ですね実はテレビ局,局側に引き戻す大チャンスだったんですよ、実は。でもこれをです、ね、政権を叩きたいがために、ですね全棒に振っちゃったんです、テレビ局。僕ね、今回でテレビ局はガチで終わったと思ってます。 もう以前のようなですねあの、景気の良さを取り戻すことはもうないと思います。もう残念だけど、もう無理だと思います。これはも自業自得ですからね。まあいいや、とりあえずこの文書を読んでいきましょうか。あの、今後のテレビ局を見ていく上でですね、この知識を持っておくと非常に面白いと思います。いきますね。トヨタがオリンピックの CM を取りやめ、その裏で起きている劇的な変化の正体と、はい、スポーツビジネスが激変しているぞと。 ええトヨタ自動車が五輪に関するです、ね、テレビ CM の放送の取りやめを決断しましたえ少し前には女子テニスの大阪なおみ選手の記者会見と打つのを告白とえさらにはです、ね、FC バルセロナ選手のです、ね、差別発言に対するです、ね、楽天グループの抗議などえこのところです、ね、スポーツビジネスを取り巻く状況がです、ね、え激変していますよね,、うん、でですねあのスポーツビジネスはです、ね、典型的なマスマーケティングの世界であってネットの発達によるです、ね、ニッチマーケティングの拡大にです、ね、どう対応するのかに注目が集 まっていましたこれ、対応は無理だと思います、はいで新型コロナウイルスによるですね感染の拡大は、スポーツビジネスの在り方を変えるきっかけになりそうだということに書いてます、はい、スポンサーにとってですねメリットが感じられない状況になってるんですね、今ね今 <coughs> 東京オリンピックはですね専門家から感染対策について不安する声が出る中での開催となりました、国民の一部はですね開催そのものに反対しているような状況であって、こうした形でですねオリンピックが行われるっていうのは、ですね少なくとも戦後においては前代未聞の事態なんです。まあ これを引き起こしたのはマスコミなんだよね。で、かつてですね、オリンピックはですね、五輪憲章に定められている人間の尊厳、平和な社会の推進といったですね、理念を追求する純粋なイベントでしたが、1980年代以降はですね、徐々にビジネス的な要素が強くなって、今ではですね、スポンサーとの関係性がえ不可分なですね、ビジネスイベントになってしまいましたと。僕は多分、これ何も悪いことはないと思うんだけどね。うん。こんな気にしなければですね、僕たちは純粋にスポーツ楽しめるから、僕そんなにここの部分気にしてないんだけどね。で、こうしたですね、イベントのあり方の是非についてはともかく、 オリンピックというのはです、ね、企業のマスマーケティングにとってです、ね、欠かすことができない存在となってしまいました、うん、なりましたと、でここだが、ね、ここで,です、ね、重要なのはあくまでもマスマーケティングにとって不可欠という部分であると、マスマーケティングというのはです、ね、文字通り市場全体、消費者全体を対象にしたです、ね、戦略であってです、ね、よく言えばです、ね、市場者が消費者がです、ね、普遍的、悪く言えば確、ね、一的であることによって成立をすると、ね、同じような要望を持っている人たちがいっぱいいるという状況だったらです、ね、あのこのマスマーケティング ティングっていうののはでででで成立すすするんですよねで、えー、でですねあのスポーツのえ普遍的価値を追求してです、ね、全世界の消費者が楽しむオリンピックはこうしたマーケティング手法をです、ね、好む企業にとってはこれ最高の舞台だったんです最高のだから、ね、テレビ局は実はね本当に利益を上げたいんだあればやらなければならなかったのは東京オリンピックをねいい,いいイメージの東京オリンピックを作り上げて国民世論をどーんと上げもう盛り上げることだったんです。 これをやってたらですね、今頃マスコミってね、もう大儲けよ。もう、ジャブジャブお金が入ってくる状況ですよで。トヨタがこうやってね、あのいなくなることもありませんでしたし、国民がどんどん盛り上がればですね、そして有観客だったらですね、もうガンガングッズも売れますし、観客が入りますし、CM のねあの視聴率なんかももっともっと上がってたはず。そしてですね、各メーカーもテレビももっと売れたでしょうしね、電気業界もですね、わーっと盛り上がったはずなんですよ。で、にもそう、だからですね、この,このマスマーケティングを中心に生きているテレビ局っていうのは、これね、あの、こ 広く国民をですね、あの、同じような意識で盛り上げるべきだったんです。そうだったの。でもね、マスコミが今、これからね、多分ね、この記事に出てくると思うけど、マスコミはですね、これね、国民の意見を分断してしまったんです。どん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 マーケットをね、分散さもう、もう、細かく細かく細分化させちゃったんですよ。有観客じゃないとダメだという人もいればですね、無観客の方がいいという人もいる。そしてオリンピック自体中止しなきゃダメだという人間もいる。そんなんですね、もう、もう意見がすんげえ細分化するような状況を作っちゃったんですよ。 ね、でこれ、こうなるとですね、テレビ CM なんか出したところでですね、確一的に楽しむような状況じゃありませんから、ね、テレビ CM を見るのはほんのわずかだけみたいな状況が出来上がっちゃうんですよ。企業に対する批判うんぬではなくてね、テレビ CM の効果自体がぐーんと落ちちゃ、落っこっちゃったんですよ。だそれが分かっているから、トヨタはもう CM 出さないって言ったんだよ。 ね、バカでしょはい。じゃあ、行こうか,どうかな。俺、話長俺、話長いな。ごめんね。ごめんね。じゃあ純粋に読んでいくわ。うん、でえ、テレビもですねえ、典型的なマスマーケティングの業界だが、オリンピックに対してえ巨額の放映権を支払っているのが、アメリカの NBC であることからも、テレビとオリンピックの相性が良いことがわかると。で、同様にですね、オリンピックに対しては、マス商品を提供する企業がこぞってスポンサーとして、資金を拠出していますと。今回の東京オリンピックにはですね、ワールドワイドスポンサーとしてですね、コカ・コーラや、えー、P&G ですね、とあと そういった自動車といったグローバル企業が、そして国内スポンサーとしてはですね、アサヒビール日本生命 N. T. T. などのですね。まあ、こういった名門企業が名前を連ねておりますと、え、これまでですね。オリンピックのですね。スポンサーに名前を連ねることは、それだけでますに対する告知効果であるとか。ブランディング効果をもたらしていましたよね。これね。私は、私どもはオリンピックの公式スポンサーですっていうだけでですね。やっぱすごい高いブランド効果があったんですよね。で、スポンサー利用がですね。巨額であったとしてもですね。十分にお釣りがきましたと。では、今回の大会ではですね。果たしてスポンサー利用がですね。 ににうものなのののなか疑問符ががくケースが続出しているると会場の運営方法に関すすす議論はでででねねその典型で当初はです、ね、アルコール提供を行う方針だったものの安全性をめぐって議論が紛糾しちゃって結局は提供されないことになりましたよね。これで朝日ビールなんてこれ金出した意味あんのかよみたいな状況になりましたよね。で、アルコール提供の見送りについてはですね、スポンサーからの提言があったとも言われていますと、仮に販売が可能だったとしてもですね、多くの批判が集まることは確実であり、これでですね、スポンサーとして資金を出す意味がなくなっちゃうんですよ。で、この多くの批判 が集まる状況を作ったのは、もうアホのマスコミなんですよ。バカでしょ。馬鹿でしょ。いろんなところにですね。批判をするための批判が可能な種をまいちゃってるんですよ。今マスコミだから、もうオリンピックで、ね、もうあの盛り上げようと思っても盛り上げられないんですよ。 だって、オリンピック行くぞとか言ったところでですね、うるせえっていう声の方がでっかくドーンってカハニカってきちゃうから、もうね、前に出ない方がお得っていう状況になっちゃってるんですよ。ね。で、え聖火リレーもで,でもですね、あの、スポンサーが用意をした宣伝用のですね、大型自動車がですね、ランナーを先導するやり方にですね、一部から批判が出たと。なんでそれに批判が出るんだっていう話なんだけれども、うん。で、コロナ危機というですね、特殊要因があったとはいえ、資金を出せば無条件にメリットを得られた前回の、以前の大会とはですね、すっかり様子が変わっちゃってるんですよ。 トヨタ自動車が CM 放送を取りやめとです、ね、開会式への出席見送りをです、ね、決断するに至っちゃったわけです。 の、これはもうマスコミにとっても痛でも痛でよ、本当に。もう今,今も,うもうテレビ局の人間なんで、もう頭抱えてると思うよ、本当、うん、もう赤字確定だからね、これで今年も。はい。で、大阪選手のですね、告白をきっかけに多様化が進む、うん、どういうことでしょうか。はい。オリンピックに関する議論とは直接関係しないが、スポーツビジネスの世界では別の出来事もあったそうです。それはですね、テニス女子のですね、大阪直美選手のですね、会見拒否とですね、うつの告白であると、このうつの告白が本当なのかどうかちょっと怪しいけどね。はい。大阪選手はですね、2021年5月、 精神的負担が大きいとしてですね、全仏オープンで記者会見に応じない方針を表明しましたよね。で、これに対してですね、四大大会の主催者はですね、連名で、今後も会見に応じない場合にはですね、四大大会の出動停止もあり得るぞというですね、厳しいスタンスをですね、表明しました。で、大阪選手はですね、インスタグラムにですね、さよなら、これで生成したとかですね、強かったことを書いてですね、あの、<laughs> えー、強かった意見をですね、コメントするなどですね、主催者側とですね、えー、全面的に争うかに見えたんだけれども、翌日になってですね、実は私、うつ病でしたというですね、 え苦しんでいたことは明らかにしたと。これは僕ちょ本当かどうかちょっと疑わしいなと思ってるんだけど、はい、まあいいや。<coughs> で現代社会はですね、多様な価値観を認める方向にあって、スポンサーも含めて、大阪選手の告白に共感した人は少なくないと考えられます、はい。ただですね、長期的に見た場合、スポーツ選手の在り方が変化をすると、ビジネスの質も大きく変わらずを得ないと。はい、これまでの時代はですね、消費者はスポーツ選手に対して強さや完璧さを求めており、スポンサーはですね、こうした確一的なイメージがですね、自社の製品販売に生かせると判断して、資金をですね、拠出してきました。つまりでですすねね僕たち、ね、一般国民はの 選手にです、ね、もう同じことを求めていた強いなかっこいいな完璧だなそういうものを求めていたんだけれども,もう選手によって求める内容が変わってきちゃってると。 細かく細かく変わってきちゃってるっていうことを書いてくれてるんだよね。うん。でですね、えー、大会イベントも同様で、スポーツを見に来る人のほとんどは試合に熱狂を求めていると、必然的にそうしたイメージに合う選手こそがですね、アスリートとしてふさわしいという流れが成立しやすい。だが、スポーツの世界においても多様化が進んだ場合、選手の言動やファンのあり方についても同じように多様化しちゃうんですよ。で、この多様化にテレビという業態は答えることができないんです。無理なんです。テレビでは無理なんです。 ね、あの要望が多様化してしまうとテレビや新聞ではそれにはもう答えることができないんです。 どうするテレビ局。はい。で、このためですね、テレビがですね、全世界にですね、同じ試合を放映したりですね、大人数をですね、試合会場にですね、動員するといった、従来型のマースマーケティングというのは、成立しにくくなっているんですね。これ、オリンピックの形もね、ちょっと変えなきゃいけないのかもしれないねっていう話にもつながるんだけどね。うん、で,で、当然の結果として、ビジネス,しジネスとしてのですねえ、形態も変化をしていきます。メジャースポーツに投じられるですね、資金が減る一方ですね、マイナースポーツにもですね、資金が回る可能性が出てくるし、ネットですネット でのででね視聴拡大を通じてですね、ファンの個別の要求にカスタマイズした感染方法などが模索をされると、うん、それが多様化社会ですからね、うん、で現在のビジネス社会はネットの発達によって従来型のマスマーケティングが機能しなくなって、えー、顧客ごとにですねカスタマイズをされたニッチマーケティングの重要性が高まっていると、テレビがネットに押されているのはまさにこれが理由であって、ですねスポーツビジネスの世界にも同じ流れが到来した可能性が高いんです、高いんです。うん、でも今回オリンピックをうまく使えば ですね、マスマーケティングででっかい利益を上げることができたんですよマスコミは。できたのよ。 でも、ね、余計な情報をいっぱい詰め込んじゃったせいで,です、ね、このオリンピックに関する評価まで多様化してしまってです、ねえ、結果です、ねえー、マスコミに CM を出す意味がないよねという状況を作ってしまったということなんだよね。で、えマスマーケティングがです、ね、成立をしにくい時代と、マスマーケティングと日チマーケティングの乖離という問題はです、ね、典型的なネット企業である楽天もですで、ね、に直面をしていると、もう楽天も最近おかしなことばっかり言ってるよね。なんか、なんでオリンピック選手ばっかり特別待遇をさ受けるんだみたいなことを言ってませんで、じゃあ、なんか、あの三木谷さん。どうしちゃった の何があったんですかね何かに降ろされてるのかな、うん、で、サッカーのスペインリーグの FC バルセロナの2選手がですね、日本人に対する侮辱的な発言を行ったことについて、スポンサーであるですね、楽天グループの三木谷会長兼社長はですね、抗議を行ったと。マスマーケティングの最大のメリットはですね、全世界に確一的に企業ブランドを訴求できることであるけれども、一方で何か問題があった際の対応っていうのもですね、全世界で統一とならざるを得ないと。え今回はですね、当事者が三木谷氏にですね、直接謝罪 したここととから今のところそれ以上の問題には至っていないが、誤訳である、差別ではないと主張する人も一部存在していて、ですね反応が二分される可能性もあったんです、危なかったんです。はい企業にとって、ですねスポーツチームへのですねスポンサーシップっていうのは、ですねもはや普遍的にメリットを享受できる手段とは限らなくなってますと。うん、昔のようにですねプロ野球選手を、ね、自分たちの企業が持てばですね僕たちの企業は有名になるぞっ言いう、ね、そんなシンプルな世界はもう終わったとっいうことです。ははいいいい最後いきますよ最後いきますよ <laughs> 良い悪いは別にしてネットというですね 極限まで個人にフォーカスができるインフラが普及した以上ですね、企業のですねマーケティング活動は、より緻密に、そして個別、個別最適化されていく流れにありますと。今すぐ状況が変わるわけではないんだけれども、こうした時代においてはですね、徐々に確率的な従来型ビジネスはですね、縮小すると考えた方がよくてですね、スポーツビジネスもその例外ではないと。で、コロナ危機はですね、10年から15年かかる変化をですね、一気に数年に短縮する作用をもたらしていると。<laughs> で、ネットの普及によりですね、ビジネスの多様化は、今に 始まったこいでさっ、ね、き言ったマスコミがやばいという流れが加速化したですね可能性は非常に高いと、でその意味ではですね、えー、今回取り上げた一連の問題がコロナ危機としてと前後して発生しているのもですね、えー、決して偶然ではないでしょうねというようなお話、コロナ禍のせいでですねさっき言ったですねあのマスコミがやばいというその流れがですね一気にまた加速しちゃったっていの、ねうん、というようなお話なんですよだからね。 マスコミの,です、ね、この業態っていうのがもうすでにです、ね、世の中の流れに合わなくなってきちゃってるんですよだってマスコミのねこのニュースっていうものを気に入らないっていう人が増えてるじゃないですか。 ねね、そういうふうに多様化しちゃってるんですよ、今ね。でね、たのねねニュースっていうものが気に入らないっていう人らが今、増えてて、ね、多様化した結果、どうなってるかというと、僕たちみたいに政治のことを YouTube で語っている人間を見てくれるようになってるんです、もう一昔前なら、こんなことありませんからね、僕なんかもう,もう百田直樹チャンネルでも言いましたけど、もう田舎の農家のおっさんですからね、僕は、兼業農家のしかもおっさんですからね、もう,もうどっちで、お前はサラリーマンなのか、農家なのか、よくわからんなみたいな存在の人間がですね喋ってる内容を、ですねなんか一生懸命、それの方がですねニュースよりも面白いというような価値観がです、ね、出来上がりつ,つあるんですよ。 で、この価値観を持ってしまった人をもうね、テレビ局は拾えないんです。拾えないんですよ。無理なんですよ。うん。だからね、今後ね、テレビ局が何やっていくか僕は言いましょうか。テレビ局はこれからね、どん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 過激になっていくと思います。 めちゃくちゃ過激になっていくと思います。はい。それはですね、あの、マーケット自分たちでですね、そのね、分,分断されたマーケットをですね、自分たちで一つにまとめようとしてくると思います。そしたらテレビって確かに蘇るんですよ。視聴率も多分伸びるだろうし、あの CM 量もゴーンと入ってくるようになるでしょう。はい。もう一回言おう、もう一回うテレビ局が何をやってくるのか。はい。これから意見の先鋭化がおそらく進みます。進みます。はい。自分たちでテレビ信者を作ろうとします。 ね、まあ、ある意味ですね、こうね、おい川信者とかですね、闇熊信者とかですね、あの、会見信者とかですね、あの、百田信者みたいな、信者信者よ、言ってるじゃないですか。この信者ビジネスをマスコミが自分たちで始めようとすると思います。 間違いないです。で、これってね、意外と脅威は脅威なんだよ。マスクの力ってやっぱり大っきい。テレビの力って、まあ、強いんでね。で、この信者ビジネスをテレビが始めるんです。絶対始めます。まあ見てて、まあ見てて。多分そういうに、お前、お前、テレビ局、お前、それやる気だろ。やる気だろ,う気だろう。でめっちゃ批判を巻き起こるんだけれども、一部ですね、一部ですね、おそらくね、テレビの言ってることは間違いないって考えてる人もやっぱいますから、この人たちがですね、テレビ信者化していくと思います。 さあ、どうなるマスコミ楽しいと思うよ本当に楽しい。というわけでね、テレビのですね、この動きっていうのはですね、これから、ね、ちょっと僕ね、多分ね、もういろ、いろんなことの、ね、いろんな手を打ってくると思うんだけど、おそらくね、テレビは信者ビジネスを僕は始めると思うんでね。だから、ね、どうなっていくのか。これね、これ続きがあってね、ほら、始めたぞっていうタイミングがあったらですね、また動画にしてお届けしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。長えな、俺の動画。ごめんなさいほど。ここまで聞いてくれた人に感謝です。というわけで、バイバイ。